皆さんこんにちは。今回ご紹介をいたしますのはこちらになります。こちらの方はチャージタイプモバイルルーター専門スター Wi-Fi、 こちらがチラシになるんですけれども、今回はこちらの製品のご紹介をしていきたいと思います。主に私のチャンネルなんですけれども、カー用品を取り扱っております。でこちらはモバイルルーターということで持ち運びもできますので、もちろん車以外、野外、もしくは電車、バイク、まあ、そういったものにも使えるわけなんですけれども、今回私はカー Wi-Fi として使った場合のメリットということで、一つ目は T コネクトとの比較によるメリット、もう一つはテザリングとの比較によるメリットということで、今回ノアボクシー90系のこのディスプレイオーディオを使ってご紹介をしていきたいと思いますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧になっていただければと思います。 Wi-Fi なんですけれども、こういった90系のノアボクシーにおいても契約をしなければネットを見るということができません。これ今ネットのページ開いてるんですけれども、このオッドキャストを使わないとこういったネットのページというのは開けないですし、もちろん Wi-Fi がなければネットを使うこともできないということになります。じゃあそもそも新車の状態ってどうなってるのっていうのを非常に疑問に思われている方もいらっしゃるかと思いますので、ご紹介をしていきたいと思います。まず新車で買った場合というのは、このコネクテッドメニューから Wi-Fi の契約をしなければネットを使うということができません。どれかと言いますと、この車内 Wi-Fi というこのボタンを押していただきます。そうしますと Wi-Fi 通信アプリを起動していますということで出るんですけれども、このようにトヨタの車内 Wi-Fi 専用ということで、月額1100円という金額で毎月料金が発生するわけなんですけれども、これに加入するということが必要になります。そうしなければ車内で Wi-Fi を使うことができませんし、またもう一度戻るんですけれども、ここのインターネット、吊るしの状態ですと、インターネットを見る場合というのは T コネクト上で見る必要があるわけなんですけど、この画面を開いてインターネットを見る必要というのがございます。で、私今回こういったポケット Wi-Fi いくつか持ってるんで、社内 Wi-Fi は契約を解除しておりますんで、今使えない状態なんですけれども、これが使えるようになると契約中ということで、この画面に例えば Yahoo Japan とか Google、また YouTube とか、まあ、そういったものが見れるようにはなるんですけれども、過去の T コネクトの紹介動画で見ていただければお分かりいただけると思うんですけれども、立ち上がりが非常に遅いですし、またこれ純正になってますので、テレビキャンセラーを使わないと映らないということがあって、非常に実用性に乏しくなっているということがございます。なのでこういったポッドキャストであるとか AI ボックスといったドングルというものが今流行っておりまして、使用される方が増えていると、まあ、いうことになります。ただこれだけですと使えないということがもちろんあるわけなので、この Wi-Fi ルーターというものも今普及しているということになっております。 T コネクトとの比較によるメリットということなんですけれども、こちらの T コネクトというのは1100円毎月費用が発生します。ですけども、こちらのスター Wi-Fi はなんと月額費用がかからない。また端末の返却も不要です。ギガがなくなった場合は即チャージが可能であるということですね。あとやっぱり最大のメリットは何と言いましても、これ自体が車以外の場所でも使える、野外でも使える、またバイク等でも使えるし、電車等でも旅行先等でも使えるということで、大容量のバッテリーが搭載されています。 4000mAh という容量のバッテリーなんですけれども、16時間最大連続で使用することができるというところですね。そこにこちらのモバイルルーターのメリットがあるということになります。もう一つ大きな点としましては、この車内 Wi-Fi はエンジンをかけてないと使えないっていうのがあります。だから車の中にいても使えるのかと言ったら、車の中にいてエンジンをかけなかったら使えないっていうことがあるんで、エンジンをオンにしないといけない。
アイドリングをしていないといけないということがあるので、ガソリン車に関しては結構アイドリングしている時のこの燃料消費量が気になる、燃費が非常に気になったりするということもあったりします。こちらのモバイルルーターの場合でしたら、バッテリーも内蔵されておりますので、バッテリーがある状況の中でしたら、特にアイドリングする必要っていうのもないですし、エンジンを切って Wi-Fi をつなげるということができるということで、非常に使い勝手がいいということになります。次なんですけれども、テザリングとの比較によるメリットということでご紹介をしていきたいと思います。でまずテザリングによるつなぎ方の手順ということでご紹介していこうと思うんですけれども、テザリングをする際なんですが、今こちらに携帯の方をセットしたんですけれども、ここの設定という項目をタップします。そうしますと、このモバイル通信の下のところにインターネット共有という画面があります。で、ここをタップしていただいて、一番上の他の人の接続を許可という、このオンオフのスイッチがあります。ここをオンにする必要というのがあるということになります。そうしますと、このオッドキャスト、一回繋いでおれば、これをオンにすることによって、繋がってくれるという塩梅になっております。じゃあ実際に車をオンオフした際に Wi-Fi が過不足なく繋がってくれるのかというのを見ていきたいと思います。携帯は自分が身につけているということで、このホルダーからは取り外してあります。で、車に乗り込んだという想定でパワーボタンを押していきたいと思います。はい、今起動したんですけれども、自分が携帯を身につけている状態っていうのがほとんどだと思うんですけれども、先ほどテザリングの設定をしたんですけれども、都度起動するたびに、この Wi-Fi が繋がるかというと、繋がらないということがあります。もちろん繋がるときっていうのもあるんですけれども、確実に繋がってくれないということがあって、またこの状態からネットを再開しようと思ったときに、テザリングの設定というのが必要になってくるということになります。で、ここの携帯、セットして、で、この状態で、まあ、ネットに繋げたいといった場合なんですけれども、ここの設定。で、ネットが繋がってないという状況です。で、もちろん、ここのところなんですけど、電波が見当たらないということになるわけなので、都度、この携帯をこのホルダーに挿して、で、ここの接続の、この設定画面ですね。で、インターネット共有ということで、ここオンになってるわけなんですけれども、それでも繋がらないといった場合っていうのがあるということです。で、ここを開くことによって接続がされるようになると、まあ、いうことになりますので、少し手間がかかっちゃうということですね。自分が身につけてる状態ですと、Wi-Fi が繋がらない場合がある。そういった場合は、インターネット共有の画面というものを開かなければならないという手間がかかるということになります。じゃあ一方でこちらのスター Wi-Fi はどうなのかっていうことをご紹介していきたいと思います。スター Wi-Fi の方ですね。こちらの方なんですけれども、まあ私の使い方で言うと、こちらの方は普段身につけて行動の方を起こしてますので、携帯と同じような使い方をしています。今これスター Wi-Fi の Wi-Fi なんですけども、このように繋がっております。先ほどと同じ要領でパワーボタンをオフにします。で、車に戻ってきたということで想定した上でパワーボタンを押します。Wi-Fi のつながり具合を見ていただければと思うんですけれども、で、今、落ちかけた AIBOX なんですけども、このように起動が始まりまして、起動後にすぐ Wi-Fi が繋がるようになりますので、見ていただければと思うんですが、はい。もう、このようにすぐ繋がると
いうことになります。で、私今これ、自分で、このスターチャージ Wi-Fi 身につけてる状態なんですけれども、もうその状態ですぐにもう繋がってくれる。一回接続して繋げれば、すぐに繋がります。ここのところですね。ご自宅で使ってる容量と同じなんですけれども、この AI ボックスに一度インターネット接続をしてしまえば、あとは設定というのは不要ということで、これ自体を身につけておくだけで Wi-Fi がすぐに繋がってくれる。ここが非常に大きなメリットになるということになります。最後にこちらのスター Wi-Fi の料金形態のご紹介をしていこうと思います。まずは、これ、モバイルルーターとギガ。これ100ギガのものなんですけれども、24,500円ということで、まず初期投資としてこれだけの金額が最大でかかってくるということになります。で、30ギガ、10ギガ、1ギガということで、1ギガになりますと、19,000円ということで、この金額帯から購入することができるということになります。また、購入した後なんですけれども、ギガの金額になりますが、100ギガが6,480円。私の場合ですと、計測したんですけれども、毎日車に乗ります。で、毎日車に乗って、YouTube の動画を流しながら、車を走らせるということが多いんですけれども、10日でだいたい10ギガ消費します。なので、1ヶ月で換算すると、30ギガぐらい使うことになるんですけれども、そうしますと、価格としては、3,280円という金額帯になるということになります。で、それに対して T コネクトはいくらかというと1100円ということになるんですけれども、あくまでも T コネクトの1100円というのは車に乗っている状態で、なおかつエンジンをかけている状態ということで限定的な状態の中で使うということで、毎月1100円がかかるということです。しかも毎月かかるということになってきますので、カード決済をするっていうことがほとんどなわけなんですけれども、来月は車に乗るつもりがなかったんだけども、勝手に引き落としされてたとか、そういったシチュエーションっていうのがあったりすると思うんですね。毎日乗る方にとっては、T コネクトも非常にいいと思うんですけれども、毎日車に乗られない方にとっては、T コネクトが高い場合もあるよということです。こちらのギガチャージに関しては30ギガ別に毎日使う必要もないですし、365日の中で使えばいいということになりますので、使いたい時、使いたくない時っていうのがあったりすると思います。そういった時には非常にこちらのギガチャージ Wi-Fi というものは非常にお買い得であるということが一つ言えるんではないかと思います。また何度もご紹介している通りなんですけれども、車の中ですとエンジンオンオフの時でも使いますし、車以外の場合でも野外でも使えるし、旅行先でも使えるし、バイクに乗ってる時も使えるし、電車に乗ってる時でも使えるということで、こちらの方が拡張性としては非常に高いよということになります。まあそういった意味で初期投資もかかるし、このギガ分ですね。まあ30ギガで3280円という金額がかかってくるということで、それらを天秤にかけた上でどちらが有効的なのかどうかっていうことをお考えいただければと思います。私の場合ですと、やはり車の中だけで1100円っていうのはなんかもったいないねっていう時が、やはり実際使ってみてもったいないなって感じたんで、やはりポケットチャージ Wi-Fi の方が初期投資を最初はするんですけれども、トータルとしては有効的に使える、無駄なく有効的に使えるのが、ポケットチャージ Wi-Fi なんではないかなということで、こちらの方を使っているという状況になります。はい。ってことで、今回はこちらのスター Wi-Fi。今回はカー Wi-Fi として使った時のメリットについて、T コネクト、それからテザリングとの比較の観点でメリットについてご紹介。また、料金体系についてご紹介をさせていただきました。こちらの製品の詳細になるんですけれども、概要欄の方に貼っておりますので、ぜひご検討の方は、一度ご覧になっていただけますと幸いです。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。